そして先ほどご挨拶の時もおっしゃっていましたがすべての純子さんと共演されたのは松幸さんだけなんですよね、はい、他の純子さん小池栄子さん西田直美さん麻生由美さんいらっしゃいますが、はい、その方々との共演いかがでしたでしょうか。がででししたょううも皆さん本当に素敵でそれぞれやはりすごく個性的な方たちばかりですのであの本当に純粋に楽しんでやっておりました。でそうですね。 小池さんは本当にパワフルな女優さんなので本当に楽しみにしてましたし、まあ、短いあのシーンしか合うところはなかったんですけれどすごく集中して楽しかったです、麻生さんは大先輩でそれもまたワンブロックのシーンだけの,あ,のあれだったんですけれども圧倒されてしまいました。あのはい <laughs> あまり申し上げるとまたバレてしまうのであれなんですけれどもうす、はいうん、すごいすごいかったあと西田さんはそれこそこれも私事ですが10代の頃にお仕事で一緒ご一緒した以来これはお芝居のそうなんですよ<ー>お仕事じゃなくて雑誌のモデル時代に一緒にやっていた以来だったので本当に撮影の合間にお互いの。 子育ての話とかあの <laughs> <laughs> 普通に盛り上がりすぎてしまいました <laughs> すごく楽しかったです <laughs> はいそうだったんですね、はい、ありがとうございますでは松雪さん三村さんに伺います五人の純子では女性特有の複雑な人間関係が描かれています演じられてみて共感された部分ございますか松雪さんいかがでしょうありませんありません きっぱりすいませんよくあのキャラクターを演じるとそういった質問をされることが多いんですけれども理解を表現するために理解をしようと努力することはありますがやはりさまざまなキャラクターを演じますし必ずしも共通点があったり共感できるというわけではありませんで今回非常にあの複雑なキャラクターでして私が演じた役というのが。 なのででそういうい意味では、まあ、一部だけ申し上げますと究極の自己犠牲をしてしまうような人物像でしたので、うん、インタビューでもこれは申し上げたんですけれども、うん、ある点においては自己犠牲してしまいそうになる瞬間が自分にもなくはないそういう感覚がなくはないですけれども、うん、それは割と今回やってみて思ったんですけど究極の自己犠牲というのはひ。 非常に強いエゴだなというふうにも思いますので、うん、共感できる部分はないですわ、はい、<laughs> かりました三村さんはいかがでしょうか、はい、そうですね私も直球の共感ということではちょっと難しいかもしれないんですがただあの面白いなと思っていたのが台本で読むとかなり この他のドラマよりも直接的な言葉の運びでの表現が多いんですねあこんなこと直で言ってしまうんだというセリフがあってあの正直あの現場で出す時もこれこのまま言って大丈夫でしょうかという監督にあのご相談をしてたんですけどそれが意外と言ってしまうとあれ成立したっていうことが多くてですね割と台本のまま言ったことっていうの方が数が多かったんですねでなんかそれがでもいざ映像に上がってきた時にやはりあのセリフだけでもちろんあのお芝居が成り立っているわけではないので。 照明だったりとかその監督のディレクションの間だったりとかであのすごくあ逆に余計気持ちが悪くなったなと思ったのが。その うぞうぞ動いているぞ物のようなものに薄皮がかかったみたいので中にすごく生々しいものがあるけどそうそうやすやすは見せないみたいな感覚があってでもこのぞ物みたいな私も持ってるんだろうなっていう風に思わされたので逆に演じている時よりも仕上がったものを見て少しおしゃれになってからの方ががんだか逆にちょっとあっぞくっていうのがあったのでそれは見てる方に感じていただけるんじゃないかなと期待しています。ははいい楽ししみにしていますさゴンの監督は女性特有の人間関係 演出されていかかがでしたでししたょうかそうですねあの正直最初は女性特有のものとかっていうことばかりをちょっと考えたんですけど、はい、実際まあ皆さん、はい、女優の皆さん、まあ、と相対して感じたことは、まあ、女性であっても男性であってもまあ一緒だなとは思ったんですねなんでまああのより一人の個々の人っていうところで個性としてなんか女性だ っていうようなところがうまく出ればいいなとなんか女であるからどうこうとかっていうことは僕所詮僕男性ですんであのそこに無理せずそこは皆さんからねご意見いただきながらうまくやれたんじゃないかなと思ってますけどなんか目怖いですけど大丈夫ですからねじっと見つめていらっしゃいますけど松明さん <laughs> うんいやあの監督の中にもなんか女性っぽいところがあるなって感じていたからかだからきっと何かなんかうん。 こんな,なね、こんなに怖そうに見えるんですけれど、<laughs> はい、すごく繊細なんです監督。だからなんか女性的な感覚はきっと理解、はいそ。そうなのかもしれないですね。うん、されるんじゃないのかなって <laughs>、はい、今思いながら見見ていたら怖いと言われました。す,いやいやすみません。<laughs> お前撃たれ弱いだろうみたいな顔して見られてるのかな, <laughs> な,ないみたいな <laughs>、はい。ありがとうございます。はい、では皆さんに質問します。作品のテーマの一つがバタフライエフェクトです。 これは非常に小さな事象が因果関係の末に大きな結果結末につながるという考えのことを指しますこれまでに皆さんが体験したバタフライエフェクトほんの小さなきっかけから大きな結果に結びついたご経験ございましたら教えてくださいでは松雪さんいかがでしょうか、えー、はい すごくたくさん考えてみたんですけれども、はい。そうですね。監督どうですか。なんかねそういう風うに急に来られるんじゃないかなと思ったんですけど、予感が。そうですね。まあ、た例えば、はい。ななんですかね小さいことというかあのなんか今日食べ過ぎちゃったななんていうことを思っていたらですね、あのそれが何かこう出来物。 に次の日の朝が吹き出物につながってしまって、えー、それをなんか勢い余って潰してしまったら可能して、えー、手術をしなくちゃいけなくなったことがあるとか、えー、そういうようなことですかね。そうなんですか,なんかすごいなんか微妙にグロテスクなこと言っちゃってどうしたもんかなと思ってますなんか違う気がする松幸さん、三<た>村さん俺だと思ってたからそうです、ね、お二人の参考にしようと思ってたところ。<laughs> はい 私もちょっっと参考にしようかなと思ってだからもうちょっと意地悪して参考にされないようなことを言ってるな, <laughs> なるほどなるほどなるほどどうでしょう松幸さん考える時間できましたがいや多分私ちょっとすいません思いつかないです <laughs> はいわかりましたごめんなさい、はい、三村さん,い,んいかがでしょうかそうですねなんか先ほどお話しさせてだいただくことにちょっと戻ってしまうんですけどやはり 私がスカウトをしてもらったのが1617の時だったんですけどその時にちょこちょこ行って。 なんか何か所かのところから声をかけていただいたのがあのうちの事務所がその当時あの保護者の方に渡してくださいということで封筒を渡してくれていてあ頼むんだったらここかなと思ってなんとなく入ってきたのが今、こういうことにつながっていると他の事務所さんのお世話になっていたらまた違ったんだろうなと思ったり途中でくじけちゃったかなと思うとあの時に封筒があったからということでそこにしたことが今、このところにつながっていると思うとちょっとと深いなと思いな思ます確かにそうですね。 あってますね。皆さん納得です。す <laughs> 多分そういうことだったと思います、ね。ますはい、はい、そういうことですよね。はい、ありがとうございます。ではもともと聞きたいんですが、お時間となってしまいました。最後に松井さんから作品の見どころを改めてお願いします。はい、えー。そうですね。あのー、一言で見どころと申し上げにくいぐらいほのすべての瞬間を見ていただきたい作品ですので、あのー。 必ずそうですね飽きずに最後までしっかりと全ての瞬間を楽しんでいただける作品になっていると思いますのではいぜひご覧になってくださいはい、はい、皆さんどうぞお楽しみにではこの後はマスコミ向けのフォトセッションのお時間とさせていただきます皆様には一度ご準備をしていただきますお願いいたします。